断層第一章。一足先に飛び出した八五郎、くせ者の後を追って寂しい道を夜ように聖堂前まで差し掛かりました。はよ、待ちやがれ。怪しい人の姿を見ると八五郎の胴まごえが突っ走ります。まだ朝のうち江戸の町を山中の一軒家と心得たわけではなく、後ろからこうでっかい脅しを浴びせると大抵のくせ者は肝を潰して逃げ足の鈍くなるものです。来ようだぞ野郎。八五郎の声は近づくにつれて噛みつくように吠えます。聖堂前を過ぎるとくせ者の足はもう大地をなめるようになっておりました。華奢で若そうなくせ者は八五郎のドラ声にひとたまりもなくすくんだよぼすです。待ちやがれ。八五郎の手はとうとうくせ者の襟髪にかかりました。引き戻すとはっ、振りもぎったくせ者八五郎がつかみかかる手をかいくぐろうとしてもろくも足を踏み外してしまったのです。そこまで追いすがった前後のやじ馬は思わずどーっと声を上げました。豆絞りの手ぬぐいでほっかむりをしてイカモの登山を狭く来たくせ者はまさにあっという間もありません。お茶の水の崖をもんどり打って数十尺下のお堀にありのごとく転げ落ちたのはまたやむを得ないことでした。その頃はまだお茶の水の橋というものはなく、屋根をかけた神田上水の箱取りが通っているだけ、崖の上の道も狭く辺りの家も少なかったのです。崖道にはへりも柵もなく、明治の末頃まではよくこの崖から人が転げ落ちたり自転車がもろに飛び込んだりしました。将軍様に献上のお茶の水が湧いたというのでこの名前がありますが、少し下流の方では釣り糸を垂れたり子供が四つで飴を下ろしたりすることもあるらしく、広重の名所図にもそれが描かれております。ともかく危ないところであったには違いなく、江戸城にはささやかな要害で幕府の取り締まりも一応はやかましかったわけです。現に江戸名所図絵を描いた長谷川摂丹がお茶の水風景を描いて謀反人扱いをされた例もあり、元町から聖堂前までのお堀はめったに人の近づくところではなく、小石壁などといって文人墨客たちの喜んだ優雅な面影が明治の末までは残っておりました。それはともかく一番高いところからコロコロと転げ落ちたくせ者がその落下公式的な速力で水の中へぽちゃんと落ちたのは見事でした。その上このくせ者は泳ぎを知らなかったらしく、水の中に落ちたまましばらくは浮かび上がってきません。もっともその頃のお茶の水は今の人が想像もつかぬほど水が澄んでおりました。上流の江戸川の大滝から江戸っ子の飲料水の神田川の上水を取り入れたほどです。船川荒橋から下は水が汚れていたとは言っても今のような飛ぶ水の川ではなかったのです。上から見るとお堀に落ちたくせ者の姿は水の中で気を失ってあまりにもよく見えます。こうなるとここまで追い込んだ八五郎が指をくわえて見ている方はありません。余震波名台のとっくりでも金槌でも一応は飛び込むほかはなかったのです。第二章。八五郎は帯を解きました。桃引きに腹掛け一つの寒々としたこしらえで、じっては口にくわえたまま崖のやぶを頼りに半分はずるずると滑って守備よく水際と思った時、気の緩みがあったものか足より頭が先に立って一つもんどり打つと、はっ、見事に水の中へ落ち込んでしまったのです。これが時刻が悪ければ二体の土左衛門になったわけですが、幸いの昼間やじ馬はわんさと土手の上に群がります。銭形の親分が来た。平次親分が。その時銭形平次がやじ馬の人垣をかき分けて土手の上にたどり着いたのです。
親分、八五郎親分が転げ落ちましたよ、あの通り、などと教えてくれるのがあります。上から見るとまさに息の通っているというだけの土左衛門が、自分の体を救う手立てもなく、お堀の水中にアップアップしているではありませんか。平次は着物も脱がず、支度もせず、実手を後ろ越しに回しただけで、静かに崖を降りました。慌てさえしなければ、間違いを起こすほどの難所ではありません。親分、あっしも手伝いましょう。顔見知りらしい若い衆が、二三人それに続きました。これだけ手が揃うと、あとは訳もありません。平次が飛び込むまでもなく、隣町の威勢のいいのが飛び込んで、まず手近の八五郎を助け、続いてやや中流に押し流された曲者を引き上げました。ほ、ほんの。顔を隠した手ぬぐいが取れると、前髪立ちの美少年とも見えたのが、孫を肩なき若い女です。手足の柔らかさ、わずかに残る元気を鼓舞しての身のこなしなど、それは男にありえない坊主の連絡だったのです。ここで手当てをするわけにもいくめ、幸い俺のうちが近いからみんな手を貸してくれ。平次がそう言うまでもありませんでした。土地の若い者たちは日頃平次の気性に惚れ込んでいるので、骨身を惜しまず手伝ってくれます。ハジ、おめえまで手頃まで運ばれてきじゃろね。しっかりしろ、なんてつろだ。とぼとぼと後につく八五郎は、平次にどやしつけられてきょとんとしております。ええ、おんぶをしてくれとは言いませんがね、親分。何が不足で膨れた顔してるんだ？でもね、親分、ちょいっと崖下の水を舐めてくださいよ。お茶の水というから結構に聞こえるが、あれはとんでもねえしょっぺい水ですよ。当たり前だ。将軍様の召し上がったのは、崖の中途から湧く水だ。町内の衆にあんまり威勢の悪い顔を見せると、嫁の世話のしてがなくなるよ。はい、すみません。明神下の平次のうちは、すぐといっても何丁かはありました。幸い、半分は面白そうな若い主連は、手代わり落山に溺れかけた女を運んでくれます。焚き火をして炙りましょうか。水を吐かせなきゃ悪いでしょう。などと相当におせっかいです。第三章。水は飲んじゃいねえよ。お茶の水の崖から落ちて目を回しただけだ。火あぶりにされてたまるもんか。平次は驚いてやじ馬のおせっかいを止めました。気を失った若い女の塩たれた姿は、まことに格好な見せ物だったのです。それじゃあ何か手伝いましょうか。親分、町のあんちゃんたちはなかなか立ち去ろうとしませんが、ありがとうよ、もうたくさんだ。あとは元気になるのを待って聞かなきゃならねえことがある。ご苦労ご苦労。そうねぎらって返すのが精一杯です。その間、縁側に寝かされた女はようやく正気づいた様子ですが、生地気がつくと消えも入りたいほどこの姿を恥じたものか、身動きもせずにじっとして運命を待っております。その濡れた男姿の上に冬の薄日があって、青白い皮膚も海藻のような瓶のほつれも、まことに哀れ深い姿ですが、大勢の視線に惜しみなくさらされて、身代ぎもできない有様です。おっかさん、中へ入れて着替えさせてやってくださいな。おしずの着物が何かあるはずだ。このままじゃ風邪をひく。はいはい。おしずの母は気軽に縁側に出てくると、自分の体で若い女をかばうように障子のうち今の六畳に案内しました。やじ馬の一帯は平次に褒められて、一角前根を施したつもりになったらしく、さすがにぞろぞろと帰ってしまいました。後に残ったのは八五郎をたった一人。大丈夫でしょうか。親分、お医者でも呼んできましょうか。それにも及ぶめえよ。おっかさんが心得て着替えをさして寝かしたようだから、日が沈まったら何かと聞きてえことがある。姉さんの手紙を持ってきてくれたぐらいだから、なんか詳しいことを知ってるでしょう。そこまではわからねえが、おしずのことを聞こうとしておっかさんは一生懸命だ。任せておきゃ悪いようにはしねえだろう。なるほどね。でも八五郎は舌なめずりをして
顎を撫でるのです。何をもじもじしてるんだ。タバコ入れを取ってきても構いませんか。塩水を舐めたせいか口が粘ってかないませんが。おめえでもタバコ入れなんか持って歩くのか。勝手にするがいい。そう言った時、八五郎はもう障子を開けて隣の居間に滑り込んでいたのです。しばらくすると火入れとタバコ入れを両手にぶら下げて出てきました。なんだ、おめえでもタバコ入れを持って歩くのかと思ったら、そいつは後藤家の品じゃねえか。そうでも言わなきゃ親分がここに頑張っていて、あの土佐姉さんの様子が見られねえじゃありませんか。あか、なんというたしなみの悪い野郎だ。はい、すみません。でもタバコ入れにかこつけて見るだけのことはありましたよ。こう言った八五郎です。